36歳 SH 田中史郎、勝利の伝道師に NEC 入り、かつ集団作りたい小さな鉄人が、勝利の伝道師になる。来年1月に開幕するラグビーの新リーグ、リーグ1一部の NEC グリーンロケツ東区図は9日、W 杯3大会連続出場中の SH 田中史郎、36の加入を発表した。 日本代表歴代5位の通算75キャップを誇る36歳のベテランは、オンライン会見で、努力することが日本人の強み、努力する姿を見せて、選手一人一人にプロ意識を持ってもらい、かつ集団を作りたいと決意を述べた。8月末に2シーズン在籍した横浜キャノンイーグルスを退団した。パナソニックなどで共に切磋琢磨、切磋琢磨した深のアッシュ、リクソンに、 一緒に NEC を強くしようと口説かれ、10校の末、移籍を決断したという、近年、霊明するチームへ新加入した WTB レメキロマのラバ、全無なかったサニックスらととも刺激を与え、勝利にこだわる姿勢を示す。その先には、子供たちへラグビーを通じて、夢や希望を与えたい。自分は体は小さく、力やスピードがあるわけでもないが、まだまだ日本代表も諦めていない。 この体でできることを精一杯伝えたいと思い込めた。会見では NEC キャップを被り、視聴するファンへメッセージも送った。19年 W 杯日本大会では過去最高の8強入りに貢献。トップリーグ、リエル最後の年となった2 2日初め年シーズンも全8試合に出場した。京都伏見工業だか、現京都工学院から京都産業大を経て、 山陽電機、現埼玉パナソニックワイルドナイツに入団、166センチの体格で世界最高峰のスーパーラグビー、ハイランダーズ、ニュージーランドに在籍した経験もあり、豊富な引き出しを武器に長く主力として活躍しいる。